フランス語の先生が自己紹介で披露した渾身のドラクエネタ。フランス語の先生の名前がピエールって言うんだけど、自己紹介をするときにピエールだけどスライムじゃないとって言いながら教鞭を剣みたいに振って椅子をまたいでぴょんぴょん跳ねてた。みんなポカーンとしてて、初っ端で滑ったことを察したピエール氏は寂しそうにドアから去っていった。ですぐに戻ってきて、何事もなく講義を始めた。ドラクエじゃなくてスライダーシュートの真似をすれば滑らなかったかもとしみじみ思って、なんか和んだ。職人魂に和んだ。ドイツ人って言えばベルリンでラーメン屋やってる人いるんだよな。来日した際に食べた屋台のラーメンに魅せられて日本で数年修行したとか。ドイツ語講座で実際紹介されてたけど、豚骨ラーメン美味しそうだった。ラーメンの器も店主さん自らが陶芸で制作という徹底した職人魂に和んだよ。レディー・ガガが来日した時のエピソード。雑誌のパフュームの連載に載ってた話。立ち読みなのでうろ覚えですが、ガガと M ステで共演で話しかけたいとか話してたら、後ろから服をツンツンされた。So cute と言ってガガの方から話しかけてくれたらしいよ。その後楽屋にも行ってハグしてもらったそうです。自分の中でガガはヒュー・ジャックマン並みにいい人セレブだ。